やー、ちょうどよかった。ブルーラインバスかなっていうので、来ましたけど、どれかな、巡回バス。あ、ここに乗ってないん、乗ってない、乗ってないな。東京バスとかだから、うん、書いてないけど巡回バスが走ってるみたいで、ちょうどよかった。で、市内巡回バスみたいなやつですね。いや、路線バスの方やったらストーンとまっすぐ来るんで、5分もあれば来るぐらいの距離らしいですけど、市内の方ね、ぐるぐるっと回って、なんか図書館とかあって、そっちの方とかも回っとったんで、ちょっとね、そこはそこでね、一回特集組んでやります。すごく良かったです。逆に市内ぐるぐるぐると回るんで、土地勘できたんで、車で来たらもういつでも回れますね。主要なところぐるっと回って行ってくれるんで、逆に助かりました。しかも170円なんで、一律170円らしいんで、これならもう全然いいですよ。クーラーの消えたところでゆっくり座りながらね、移動して、なんなら市内観光も兼ねてね、できるような感じでしたからね、なんなら乗り得です。170円だったら全然ありですよ。で、何やったっけ、あれか、言っとったのか、あのバスやったら多分後から発車したやけど、すぐ来るよってことやけど、まあ全然で、そう、郵便局でね、ゆうパックの発送かけちゃいましょう。よし、前にもちらっと行ったことあるかなと思いますけど、郵便局やったら箱売ってるんだよね、ゆうパックの箱売ってるんで、その箱買ってゆうパックでそのまま発送したら、もう荷物フリーできるんで、それで行こう。よし、さあ、無事発送もしてきましたしね、これでもうハンズフリー、手ぶらでいきますよ。ただ一つしくったのが、ケチってね、80サイズのはね、箱にしたんですけどね、そしたら中に着替えとかこの辺りも、一緒に入れたのかなと思っとったんですけど、意外と土産物でもうパンパンになっちゃったんで、こっちはもう持ち歩いてきます。あと道中で使ってるあれですね、お金ですよね。とりあえず、海鮮丼は1000円だったんですけど、これは現金で支払いましたよと。で、ですからプラス1000円と、今、で、土産物は、クレジット決済が可能だったんで、クレジット使ったんで、ここはカウント除外と、できますん、ね、で、今の乗ってきたバスですね、あれが170円だったら、170円をプラス。で、あとなんか、忘れてた。昨日あれですね、トライアルでちょっと晩酌買ったんで、あれが450円だったかな。そうすると1600円ぐらい、プラス。ですから4500からの、5000、6000円ぐらいになってるのかな。まあなんとか超えてますね。なんかなんとかなりそうな気がしてきましたね。とりあえず境港の方にね、ここから目指してきますよって形になりますと。ちなみにここの支払いもね、もう今 au pay 使えるんですね。いや、便利になりましたね。私が局員だった時はまだ現金オンリーだったんでね。いやー、 au pay 使えるようになったの大きいな。なんで最初着払いにしといてね、後の未来の自分に任せようかなと思ってましたけど、au pay が使えたんで、もう au pay でね、元払いにしといて、そうすると着払いだとね、いろいろとまた受け取りの時は大変ですけど、元払いにしとけばね、まあ、あとは受け取るだけでいいんで、いざとなったら置き配できますからね。さあ、ってことでぐるっと回ってきましたけど、これでまたね、一気に戻ってきて、ここからまた山陰本線で一応目指した形になるのかな。それぐるっとこむってんだ。とりあえず土産物も取り替えましたからね。ですね、密航なんですね、こっちの方は。そう、これちゃいますもんね。で、
こっから熊本も有名らしいんですけどね。しまった、ミスった、話せばそうなのかな。あ、え、松田方面16時19分全然来ねえ。いいや、朝の方行けるわ。朝の方行こう。あ、すいません、いいですか。はい、あ、峰線来る。15時16分、15時16分ご乗車ありがとうございます。長年行こうか。気をつけてください。よっしゃ。ただいま2番乗り場に到着いたしました。私は繰り返し15時16分、疲れました。どっち。これやないね。これ。こっちかな。峰線こっちです。